回目になりました。この大会が、最初から、まあ、ずっと参加された方もいらっしゃるんですけど、初めての方もいらっしゃると思いますけど、この大会が中軍道法最初からやっぱり新聞は今デジタルの時代でなかなか新聞は売れなくなった。じゃあどうすればいいかというのは、今中国の人は何を興味持っているのか、大体周りはお金を持っている人みんなゴルフをやっているとですね。そうしたらゴルフ大会やりましょうと、中軍道法の要編集長をはじめとしてですね、ゴルフはやったことない人はゴルフ大会やるということで、で運はよくですね、ちょうど日本中華総商会もまあ、裏の名前はゴルフ協会というで、その一緒ちょうど合致しててですね、中軍道法と日本中華総商会をこの、中日ゴルフ大会を、1回目から開催して、まあ、2回目あるかないかわからない状態で、ここに来て5回目になりまして、今回は、176名というのは、本大会の最高記録に、なりましたですね。やらない人はゴルフやらない人だから真面目にジムはクツクツやるからこの大会あったと思います。非常に、皆さんのご協力で、非常に大きなイベントになりましてですね、まあ、これからもこの大会をもうここまで5回もやったら10回目を目指したいと思いますけど、皆さんもこれからどしどしご参加をお願いしたいと思います。まあ、私自身も去年もここでご挨拶して、終わったら会社に戻ったんだけど、これで1年間ずっと言われた。で今日は頑張ってやりますので皆さんよろしくお願いします。まあ、非常にいい天気恵まれて、またこの素晴らしいゴルフ場にぜひとも皆さんいいスコア出してください。よろしくお願いします。